今日のマーティー君。じゃあ今日はね、このトリートメントグローブっていうのをやりたいと思います。はい、まあシャンプーみたいなもんだね。そうだね、洗ってあげる。まだね、マーティーあのお風呂入れないから。あくびした、あくびした、あくびした。うわぁ、どうもやろう。はい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 、またあくびした。またあくびしたの。今日2回目の本編いきましょう。エイティ君もね。はい、パパディーもね。はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はこちらですね。うん、仮面ライダービルドのボトルチェンジライダーシリーズ10、仮面ライダークリスです。はい、ということでクローズチャージについて、スクラッシュドライバーのグリスも登場しましたね。うん、早速開けていきましょう。はい、はい、ということでこちらがボトルチェンジライダーシリーズ10の仮面ライダーグリスだね。うん、これかっこいい。はい、こんな感じだね。すごくかっこいいよね。そうだね。黒のクリアパーツなんだけどね、ちょっとまあ濃いめだね。うん、まあ、体はゴールドですね。素晴らしい。そしてスクラッシュドライバーもあって、はい、足側はこんな感じですね。はい、さらにドアップにしてみるとこんな感じだね。うん、かっこいいよね。そうだね。で、このマスクを取るとあの例のなんかこの包帯男みたいな顔になるね。そうだね。はい、クローズチャージと同じで、これを結構後まで引き抜いて、でここにあるボタン、背中のボタンを押すとマスクかぶるって感じだね。うん、でクローズチャージと違うのはこの部分穴がないんだね。あ、本当だ。グリスの方にはないの。ただ足の先はあるね。ほんとだ。なんかくっつくのかね、やっぱりね。うん、ちょっと気になるところだよね。でクローズチャージと同じで胸パーツはこういう感じで外すことができますね。本当だ。ということで胸パーツ交換してみたけど全然合わないね。そうだね。全然合わないですね。そしてツインブレーカーのビームモード、これがついてましたね。うん、これはゴールドになってますね。はい、じゃあ今回私がポージングしてみました。こんな感じでね、うん、かなり大股開いてビームモードで思いっきり打ってる感じ。なるほど。で左手は右手に添えてる感じだね。うん、はい、こんな感じしてみました。やっぱね、首も腰も動かないのはきついね。そうだね。俺は北斗の仮面ライダーグリスだ。今分け合ってサンバガラスはいねえが、この俺一人でとうとうのボトルは俺は全部いただくぜ。グリス、俺が相手だ。お、また来たな。お前は俺には勝てないぜ。ハザードレベルがお前は低いんだよ。ブシッ。どうだ、お前のハザードレベルは低すぎるんでな、ツインブレーカー使わずとも勝ってる。ブシッ。うっせい。うん、俺だ。お、お、な、な、なに、ちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、見えない、前が見えない。うりゃーい。このならばお前に必殺技をお見舞いしてやるしかなさそうだな。うわどれどれ、顔を拝んでやる。やっぱり思った通り、お前頭丸坊主だな。お前もだろ。何？おお。はい、ということで今回は仮面ライダービルドのボトルチェンジライダーシリーズ10、仮面ライダークリスでした。はい、ということで、あら、失敗しちゃった。あー、今やった。今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方は、いいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そして今回のおすすめ動画はこの辺に出てますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そしてチャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。